教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーシフト。今週は船橋市立浅間中学校の辻文明先生をゲストにお招きしています。辻先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。辻先生は校内のギガ推進担当をされているそうですが、 まずは学校での ICT 導入の経緯についてお話しください。本校ではギガスクール構想によって2021年3月に市としてクロームブックの方が導入されました。でそれを見越してですね、うん、実は9月に1人1アカウントを発行するっていう助走をちょっとつけようかなと思いまして Google と NEC さんにクロ e ムブックを40台借りて、うん もともとパソコン室には40代ありましたので計80代で1人1アカウントを発行してあげて少しずつパソコンの方に慣れていざギガスクールがスタートっていうような流れで進んできておりますね。うん、なるほどその中で辻先生はギガ推進担当ということでどういう役割をされてたんでしょうか 私の方は校内で生徒たちがどのようにパソコンを活用していくのかまた先生方がどのように公務で利用したり授業の方を変えていくのかっていうところを助けるという部分で実はですね視聴覚担当はまた別にいましていらっしゃるんですねはい僕はそこの仕事は請け負わずにそのギガスクールっていう部分で仕事の方を任されているような状況ですちなみにそれは自分で立候補したとかいやもう校長先生に言われて でそれこそその助走をつける時にいろいろ画策をしてたのが僕だったので辻さんしかいないよねっていう <laughs> 流れ<も>はい流れでそのまま引き受けるっていうような感じでしたね。 どういった形で他の先生方にその公務とかの利用とかってこう広めたりとかされたんですかまず最初はですね、いかに紙を少なくしていくかっていう部分で、うんうん、まずは職員会議をじゃあまず紙なくしてみましょうと。うん、で、ペーパーレスっていうものを測りながら、あとは Google フォーム等を利用してアンケートがこのように集計できるよっていうのをお見せしながら、うん 実際に自分たちが多分コームで使うのが一番ハードルが下がっていくっていう部分だと思いますので、うん、そういった部分でまずこちらから仕掛けていこうかなという感じですねなるほどですね。 現場の先生たちの空気感としてはギガスクールって話が出て実際いざ入ってくるよってなった時どういう感じだったんですかね現場の先生方はまあ、ここから何が起こるのかなっていう <laughs> 不安ですよねうん、うん、今までは多分パソコン室でたまに使うような感じだったのが、うん、それが学校生活が日常として PC を使っていくってなった時に、うん、まあどんな変革が起きるのかっていうのが なかなかイメージできないっていうのが一番だったと思うのでうん、うん、このギガスクール構想5年間の計画だと思うので、うん、まあ5年後にこういうふうになっていこうねっていうのはこちらからお示ししてなのでまず最初はここからいきましょうねっていうちょっと先の未来を先生方がイメージできるようにしていったような感じですね、うん。また辻先生ご自身は千葉県授業作りコーーーディネータでーでもいらっしゃるそうですが ICT をを使っててどんんな授業をされてるんでしょうか今年度から千葉県の授業作りコーディネーターに認定されたんですけども私の授業の方は知識の教授っていう部分をいかに ICT に任せて時短をしていくのか、うん、でそこで生まれた余白の時間を使って子どもたちがアウトプットする時間っていうのをしっかり確保する。 なので今まではどちらかというと自分の中で学習っていうのが完結してきたものをそれをいかに他者に伝えるかとか周りに広げていくかっていう目線でよりクリエイティブになるようにアウトトププットで何何かかか作作品ををるるとか何かをプレゼンすすっってていうようよなな業になっておりますその千葉県授業づくりコーディネーターというお仕事は私はあんまりよくわかってないんですけれども他の先生方の研修を請け負ったりだとか こういう使い方がありようとか、まあ、他の学校にも行ったりとか、そういうことされたりするんですか実はですね、僕自身もあんまりこの仕事がよくわかっていなくて、<laughs> 認定はされて一度研修は受けたんですね。はい、活用事例を年間1本は出してください <laughs> ということで今、うん、年度動画の方で2本提出するような流れになってるんですけど、うん、本来はですね多分名簿を見て他の学校から、うん、ご依頼が来てっていうことだと思うんですけど、うん、私の場合は一度もそこを経由したご依頼は来ていないので <laughs> 常にどこかでお話しさせていただく時はまずコーディネーターの存在を知ってもらおうっていうところから宣伝活動から入るようなイメージですね。うんうんうん なので、おそらくもしかしたら校内でも、僕がこのコーディネーターになっていることを知らない先生がいるのかな、えー、っていうところもあるような現状でございますね <laughs> また、辻先生はあの、授業以外で定期テストでもこの ICT 活用されていると伺ったんですけどもどんんなな活用なんでしょうか定期テストの方で Google フォームを使いまして、テストの方を実施していくと、そういった実践をしております。 ICT が入った中で、それぞれ多分事業作りっていうのを先生方考え始めてると思うんですね。で私もその中で先ほど言ったようにアウトプットさせることが多くなってきたので、うん、逆にじゃあ自分の中で知識っていうのが定着しているのかなっていうのが実は不安になった部分でして、うん 定期テストの立ち位置っていうのを知識の定着を図る場に変えていくって考えた時にいやこれなら ICT を使ってできるんじゃないかなっていうことで、うん、Google o ームの方を利用して定期テストを実施しました。 で、実際、職員の方にも、こんな風にできるよっていうのをアナウンスしながら、他の教科の先生も賛同してくださって、それこそですね、うまく使われている先生は、今まで通り紙でやる部分と、Google フォームを使った ICT でやる部分っていうのをうまく使い分けながら、50分のテストの中で、例えば20分 Google フォーム、30分を紙でやるっていうような形で実践されている先生もいますね。 やっぱりこれフォームを使ってって、まあ、いわゆる CBT 的な感じだと思うんですけどもにによっっててやりややりりすすいいとかかくいってあるんですかね実際におそらく教科の特性っていうのはどうしても出てくると思うので、うん、現状数学とかは意外にやりにくいのかなとか<ー>二乗とかっていう表現とかができない部分があるので、はい、そういった中で先生方が あここは紙でやった方がいいなとか、ここはじゃあ Google フームでやった方がいいなっていう見極めができているのは、僕としては非常に嬉しいなと思いますね。ちなみにこれ、フォームでやるメリットってどういうところなんですかねもう間違いなく、採点の時間は圧倒的に早くなりますね。すねそれこそ、記述式の入力も一覧で出てきて、チェックを入れていくだけ。うん、選択式に関しては自動採点が効くので、うんうん およそ今はで,ですね、1クラス1時間ぐらい採点かかってたんですけど、うん、10分ぐらいで、えー、済んでしまいます。個々の問題にフィードバックを追加することができますので、正解した生徒にはより発展的な内容、うん、不正解だった生徒にはちょっと復習の内容っていう形で、それぞれのニーズに合わせたフィードバックっていうのを提供できるっていうのが Google フォームのメリットかなと思いますね。ほうほう 私自身が Google フォームを使ってテストとかするときもあるんですけど、本当にやっぱり、組む気があるものとかって、確かに全然使えないなって思うんですけど、うんうん、部分部分で活用するって発想とかって、先生の経験の中から導き出したようなものなんですかおそらくですね、ツールを使ってる中で、そのツールの特性っていうのがあると思うんですよね。うん 自分のやりたいことと合わせた時にどこまでならできるここからはちょっと旧来の方式でやった方が効率が良さそうだなっていう見極めをしていくような感じなので どちらかというとそのツールを使い込んで、うん、特性っていうものをつかみながら良さを生かしていくっていう形ですかね、うんうん、生徒さんの反応も見ながらやっぱり考えるってとこなんでしょうかねそうですね実は最初それを Google フォームでやるってなった時にやはり入力に不安がある生徒はちょっと難色を示したような感じはありましたねなので私のののでで私方方プリントの方の 問題も作りまして子どもたちに選んでもらおうかなと、うん、紙で行きたい子は紙で行ってもらって Google フォームで行きたい子は Google フォームで行くっていうような感じで最初は少し選択肢を用意して徐々にハードルを下げていくで今は一応ネットワークの緊急時用に紙は試験監督の先生に渡してあるんですけど全員今はフォームで行くっていうような感じにはなっておりますね では最後に2022年春に出版された「逆引き版 ICT 活用授業ハンドブック」という本につきましてどんな本なのかご紹介いただけますでしょうかギガスクール構想が始まりましていろんな多分 ICT の活用本っていうのが出版されるようになったと思うんですね。特にに多多くががやはり事例をを載せた本が多い、はい、その中で差別化を図るにあたって でこの本はですね活用事例が載っているというよりも自分の授業でこうしたいじゃあこの時にこんなツールの使い方があるよっていうのをお示しできるような本になっておりますいわゆる逆引き版っていうのはそう,いうことなんですね,そうですね授業のサイクルの中で、うん、例えば振り返りとかスライドでこういうのを提示するみたいなところがあると思うので、うん、その活動から実際にツールの使い方を逆引きできるようになっております 5人のの著書ででいいていますので実は小学校の先生から高校の先生までいらっしゃるので、うん、幅広くニーズに合った本になっております本を出版されて周りからの反応が変わったとかそういったところってありましたか校内では一応、うん、憲法っていう形で職員数に3冊ほどお渡ししたんですけど、うんうん、それを手に取って実際に授業に活用してくださる先生とかいますが。うん 大きくは変わっておりませんすごいことなんですけどね <laughs> そうですね。ぜひちょっとこの番組の今日のお話も聞いてもらってあ水井先生すごい先生なんだっていうのをあの知っていただけるといいのかもしれないですねそうですねはいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は船橋市立長間中学校の辻文明先生にお越しいただきました 辻先生、とても参考になるお話、ありがとうございました。ありがとうございました。誰も教えてくれない学校 ICT の失敗,なの失敗皆さんこんにちは、しなだです。えー、今日は、 これはみんなにとって面白いと考える失敗についてお話しします。みんなにとって面白い、誰でも面白いものなんてないよって分かっているはずなんです。でも意外と自分が面白いと思っているものってそう考えられない。趣味だったり教科や科目、ICT の活用はもちろん、より専門的になればなるほど面白い人にはたまらなく面白いんだけど、それを知らない人にとっては何が面白いか分かりません。 そんなことは当たり前で誰でも「それって何が面白いの?」という話を延々聞かされたり逆に「面白い!」と思って話したのに相手の反応が今一つで「あれ面白くなかったかなしまったな?」と思ったりそんな経験はあるのではないでしょうか。でもなぜなのか自分が面白いと思うものはきっと誰にでも面白いはず最初は面白くないかもしれないけれどわかるようになったら面白いんだよと考えてしまいます。 そして自分が面白いと思わないものはこんなの理解したところで面白くなるわけがないと考えてしまう。これが趣味の話ならば罪はありません。お互いにまああの人は何々オタクだからと思っていればいいのです。自分が楽しければいい他人に強要しなければ問題ありません。さて授業や研修はどうでしょうか。理想的にはその教科や科目の魅力が 授業を通してみんなに伝わって、積極的に、そして主体的に学んでくれるようになってほしいですよね。でも、実際にはそれが極めて難しいことを私たちは知っています。例えば、ICT 活用の研修でも、こんなに便利なんだから、使えた方が効率的で、先生の働き方改革につながるのに、とか、これを生徒が使えるようになったら、授業スタイルもかなり進化するぞ、と教える側が思うことでも、今一つ受ける側が乗ってこないことはあります。 では、それは果たして受ける側の姿勢や考え方の問題だけなのでしょうか。極端な話、教科や科目は学校で学ぶべきというふうに認められているだけであって、誰にでも面白いかというとそうではないと思います。その教科や科目が好きな先生にとっては面白いのであって、面白くないと思う生徒がいるのも当然のことです。その生徒が分かっていないから面白くないとは限りません。 真面目な生徒が一生懸命学んで理解したけれどうーんこれは自分にとって面白くないぞということはあり得るわけです先生自身もすべての教科科目を面白いと思っているでしょうかそれは自分が好きになる努力をしなかったからだと考えますか自分が面白いと思うものが誰にでも面白いわけではないという前提で授業や研修を作っているでしょうか面白くないのは学ぶ側受け手側の問題だと決めつけてはいませんか 私は日本が誇るヘビメタバンドラウドネスが大好きです。結成当初から今までのボーカリストの編成について授業ができます。私にとっては最高に楽しい授業です。でもそんなのみんなが面白いと思ってもらえるとも思いません。しかし、ふと思うのです。それって例えば国語の文学史だったり日本史や歴史の授業と何が違うのだろうかと。教養として必要なのだと決められているだけの違いであって。 時間の流れとともに人と人の関係が変わっていくことを教えるという点では似たようなものと言ったら言い過ぎでしょうか。私は常に ICT も STEAM も自分にとっては面白いけれど誰にでも面白いものではないと意識して授業や研修の設計を行おうといつも考えています。俺が面白いと思うことをお前も面白いと思うのだ。そんな気持ちで授業や研修やってないでしょうか。今日は これはみんなにとって面白いと考える失敗について考えました。ありがとうございました。ティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています。YouTube のチャンネル登録をして、来週もまたお聞きください。クリエイティビティは、 is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure it's a choice to believe in yourself your ideas and your perspective there is creativity inside all of us and unlocking it starts with a choice to make the leap